この度はこんな引きこもりを選んでくれてありがとう。腰用の前にこの引きこもり説明書をよく読んで、ずっと外でず外でず外でずに行って、もののPCをずっと眺めてマウスカチカチご了承ください。なることがあります、情緒不安定、ブチ切れたらめちゃくちゃ物に当たります、いつもごめんだけど、そんな時もあえてほっといた方が身のためでしょう。定期的に揉めることがあります、働けとかそんなんできたらとっくにやってます、ちゃんと分かっとけ、でもクズやなとか余計なこと言ってきたらマジ切れるで、もしも少し眠くなってきて横になった時は最低でも10時間は起きないのが引きこもり、これからもどうぞよろしくな、にちゃんにむちゃ書くけど笑って許してないっしょ、仕事なんてしない、永久に人の俺だから。